ノワールのマスターとなり、俺はついに念願のドリフターとして歩み出す。俺を一人前と認めてくれた時雄さんはとある場所へと誘う。そこは地上の楽園と呼ばれる場所で。違う、楽園ってそういう意味じゃない。俺たちを追ってきたエリーやノワールの前に現れた謎のメイガス、そして俺の前に現れた仮面をかぶった謎の人物。あなたたちは一体。次回ビハインドザマスク、メイガスはいつもあなたのそばに。